し、裂け目の石像を経由して、一気にアンチ内まで行けるぞ。これマジで優秀だな。長距離移動も楽々だぜ。え？待って待って、やべすぎだって、本当に待って。いやー。おい嘘だろ、200メートル先なのに。しかも霊夢体力200あったぞ。しかも MK でフルオート、これは、嘘？チーター？断言はできないけど、その可能性は高い。おかしいと思ったんだ。上位体なのに人数の減りが早すぎる。だとしたら、マリサがリブートできたらこのマッチめっちゃ伸ばせるんじゃね？この人がヒトシラスのを逆手に取るんですね。マリサが生き残ってるのは不幸中の幸い。逃げ回ってどうにか蘇生してくれ。なんとかリブート成功しアンチ内へ。おっと、右側と被ってるから注意。大丈夫、ダメ食らってないよ。バチバチ進行するわ、弾あげるから来てくれー。ナイス進行、問題なく合流できたよ。残り26人か、割と残ってるな。私たちを倒したスーパーエイムの人がいるからもっと減りそうなのに。さっきその人キルログ出てましたよ。え？じゃあもういないってことか。安心したけど倒した人すげーな。続きは下のタイトルをタップしてみれるよ。まさかの逆転劇。